今まで頑張ってぼかしてたのに名前言っちゃったよ。ちょっと先生。何やその顔は。さて続いてはバトル学ですね。木原先生の授業、かわいいぞ木原先生。今日も元気にバトル学オスやっていくぞ。みんな課外授業の宝探しは大好きだろうか。ジムを目指し脳をかけ、相棒のポケモンと共に走る大冒険が待っているよな。学外で行動していると大きく光り輝く結晶を見つけることも多いんじゃないか。結晶は地中からにじみ出るテラスタルエネルギーの塊。結晶を調べると友達など誰かと4人でテラスタルポケモンと戦うことになる。その戦いをテラレイドバトルという。テラレイドバトルで戦うテラスタルポケモンは強敵だ。普通のポケモンと異なる行動を取ることがあるので気を抜くなよ。だがテラレイドバトルではトレーナーも応援という特殊な行動ができるんだ。応援には3種類ある。味方全体の攻撃と特攻を高めるイケイケドンドン、味方全体の防御と特防を高めるガッチリ防御、そして3つ目は問題にしてみよう。顔かわいい。目閉じてる時の木原先生の顔かわいい。味方全体の体力を回復させる応援は何という名前だろうか。癒しのエール。正しい答えだ。転入生はバトル学の大先生だな。3つ目は癒しのエール。体力を回復させ状態異常も治せる優れものだ。1回のテラレイドバトルで3回まで応援できるぞ。ちなみに応援すると自分のターンを消費するのでポケモンの技は出せなくなるからな。結論、押してダメなら引いてみろ。それでもダメなら応援だ。仲間をサポートすることで開ける道もあるものだぞ。むむ、体で体験してもらおうと思ったがもう時間か。それでは解散だ。おのおの元気に過ごしてくれ。木形先生なぜか体で体験してもらおうとしてくるんだよな。さあバトル学中間テストの時間です。間違ってグラウンドに集合してしまった人すまない。そうだね、今日はグラウンドじゃないね。さすがにテストは教室で行うぞ。答えが書きにくいからな。それでは張り切って答案用紙と戦ってくれ。さてポケモンの特防が高いほど丸々技で受けるダメージが減る。特殊技ですね。次のうち技ダメージに関係がない要素はどれ。技の名前ですね。テラレイドバトルは何人でできるか。最大4人でいきますね。相手のテラスタルシールドを破るのに有効な行動は、テラスタルして攻撃ですね。木原先生の好きなタイプはどう見たって格闘。そこまで鉛筆を置いてくれ。ナイスファイトだったぞ。きっと100点間違いなしだ。テストお疲れ様。結果は受付で教えてもらえるぞ。さあどうだろうか。これで木原先生が、あ、実はエスパータイプが好きなんだとか言い始めたらちょっと満点を逃してしまう気がするけど、5問中5問よし OK です。バトル学期末テストまでやってきました。いよいよ力試しの日、期末テストがやってきたな。それでは張り切って答案用紙と戦ってくれ。さあテラレイドバトルで味方全体の攻撃と特攻を高める応援は、イケイケドンドン、レッツゴー R ボタンでポケモンに戦ってもらうことを、おまかせバトルと言いますね。LP を手に入れるにはどうすればいいだろうが。ハッキングすればたくさんガッポガッポ手に入るんだけど、基本的には落とし物と引き換えですね。通信対戦のフラットルールではポケモンのレベルが高いとレベル〇〇に統一される、50に統一されます。通信対戦のノーマルルールでは手持ちで同じポケモンや同じ持ち物が被っていてはいけない。そこまで鉛筆を置いてくれ。ナイスファイトだったぞ。きっと100点間違いなしだ。今まで本当によく頑張ってくれた。これに合格すれば晴れて
君たちはバトルマスターだ。輝かしいテスト結果を受付で教えてもらってくれ。じゃかじゃーん。あれあれ、4問正解だ。何を間違っていたんだろう。やべ、何間違ってたのかわかんないんだけど。さて続いては美術の授業ですね。あっさくです。よろしくお願いしますですよ。前回美術とはという考え方の話で退屈だったでしょう。今回は美術に興味を持ってもらえるようにこんなゲストを用意しました。は、誰ですか。はぁふかふか、かわいい、ふかまる先輩です。先輩ふかまる先輩、テラスタルをお願いしますよ。ふるっかー、ふかまる先輩がテラスタルすると、おー、何タイプだ。お、草だ。テラスタルオーブを使うとポケモンがテラスタルしますね。普段はドラゴンタイプの深丸先輩ですが、テラスタルパワーによりいつもと違うタイプになっておりますね。はて、頭上に輝く美しい花々のモチーフは一体何タイプでしょうか。草です。滝月くん、花丸満点です。はい、深丸先輩の頭に美しい花々が咲き誇っているのは草タイプになっているからですね。テラスタイプによって頭につくテラスタルジュエルの形は違います。ポケモン勝負で相手がテラスタルした場合はどのタイプになっているかテラスタルジュエルで見極め、適した技を繰り出すべし。そして美しい勝利をもぎ取ってくださいですよ。いやはや、テラスタルって本当に奥が深いですね。今回の授業はこれにておしまい。深丸先輩もありがとうございました。キラフカかわいい、深丸先輩ありがとう。さて美術の中間テストです。さて中間テストの始まりです。皆さん集中して励んでください。よーい、ドン。ポケモンがテラスタルした際、頭上に光る宝石の名はテラスタルジュエル。問1の答えが花の形をしている場合、それは草タイプになります。雪の結晶はほとんどがどういう形をしているのか、六角形です。テラスタイプをチェンジするお店はどこにあるか、チャンプルタウンですね。美しいもの、美しくないもの、その違いは何だと思いますか。それは正解はないのではないでしょうか。そこまでテスト終了です。腕を置いてください。小生の美術ではあまり合格や不合格を決めたくはないのですが、一応テストですからね。まあ美術は感性が問われるものになってくるからね。これが正解っていうのはないからな。それではお疲れ様でした。結果は受付スタッフより通達します。今回は満点取れてるんじゃないかな。はい、テストの結果は5問中5問正解、やったね。八作先生からアメちゃんですね、ありがとうございます。八作です、よろしくお願いしますですよ。中間テストは全員大変良い出来でした。頑張ったあなたたちに特別ゲストをお呼びしています。あ、ボタンちゃんいる。今気がついちゃった。さあ今回の特別ゲストはコルサン。失礼する。あ、コルサさんだ。こんなところで会えるなんてかっこいい。あ、意外と身長ちっちゃいんだ。八作さんより身長ちっちゃいんだな。私はコルサ、草ポケモンの専門の芸術家だ。あ、確かに芸術家だもんな。ひなじあるぜ。彫刻など立体作品を中心に活動しているコルサさんです。有名な作品はボールタウンの投げやりのキマワリでしょうか。ボールジムに挑戦した人は知っている人も多いでしょう。確かに何人か見た顔がいるな。ヤッホーコルサさん、僕の方見てよ。ハッサン、コルサン、ハッサンの中なの。ハッサンの授業を受けられる貴様たちはとても幸運だ。ハッサンは昔、私が人生に絶望し自暴自棄になっていた時、その身を挺して救ってくれた人生の師。
私が今の作風を確立したのもハッサンがいたからこそ。アバンギャルド。コルさん。そうだったんだ。昔話も良いですが、今日はあなたらしい授業をお願いしますですよ。心得た。そうだな、先ほど話題に上がった投げ槍の気まわり、あの気まわりの達観した表情を私がどういう心情で作ったのか、わかるやつはいるか。投げ槍でしょ。投げ槍ってことは怒りか悲しみのどちらかだと思うんだけど。怒り？あ、違った、くそ、全くもって違う、全部違う。あれを作った時私は諦めの境地だった。あ、じゃあどれを選んでも違うのか。これが評価されなかったら芸術家を引退しようと思い、半ば投げやりだったのだ。だから投げやりの気回りなのですね。そうなのだよハッサン。仲良し。芸術家として駆け出しの頃、私は大病を患ったりスランプ状態で焦っていた。ああ、そうだったんだ。何を作れば売れるか、金や評価ばかり気にしていたのだ。そうやって生まれた作品は底が浅く、打作ばかり。そんな折、アッサンと出会い、小さな自分に気づかされたり、まあいろいろ吹っ切れたのだ。だからアバンギャルド。そしてできたのがあの気まわりなのだ。なんと小生も初めて知りました。親しいからこそ言えぬことだ。なので貴様たち思春期どもは思い悩むことも多いだろうが、自分に正直にやりたいことを自由にやればよい。人に迷惑をかけない範囲でな。私からは以上だ。こっぱずかしくなってきたので、さらばだハッサン。そして思春期ども。いやー、コルサさんいいな。まさかこんなところで出会えるとは。思春期どもって呼んでくるのすごくいいと思います。コルさん、あなたという男はなんと素晴らしい授業を。泣いとる。ありがとうございました。すぐ泣いちゃうんだから、ハッサンはもう。うばうわいお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 じさん、涙腺弱弱おじさん。さて、期末テストの始まりです。皆さん集中して励んでください。さあやっていくぞ。よーい、ドン。テラスタイプをチェンジするお店は宝食堂。あれ、宝食堂だよね、宝食堂。芸術家のコルサさんの代表作は投げ槍のひまわり。カルデア実景のうち滝はいくつありますか？2つですね。カルデア実景で100万ボルトの夜景と呼ばれている町の名前は発光シティ。ポケモンの証は全てが出会った際についているもので、後からつけることはできなくないから、できないというのは正しくないです。そこまで、テスト終了です。筆を置いてください。今まで美術を学んでくれて本当にありがとうございました。あなたたちと共に学べたのは小生の大事な証です。皆さんのこれからにより一層のご活躍がありますよう祈っておりますですよ。それではお疲れ様でした。結果は受付スタッフより通達します。いや、面白かったな、八作さんの授業も。さあ、美術のテストの結果は、よっしゃ、満点ですね。やったぜ。そして最後の授業、家庭科だ。長かった授業もこれで終わりだな。よし、最後沢野先生受けていきましょう。諸君、スマホをしまいたまえ、授業を始めよう。前の授業ではピクニックでの料理の効果を説明したな。食事パワーをつけたり、手持ちのポケモン全員を回復でき、とても便利な治療手段だ。ただし、当たり前だが、料理のできない戦闘中や急いで回復したい場合はそぐわない。そんな時、
使用すべきはフレンドリーショップや購買部で買える傷薬などの回復道具だ。回復道具は速攻性があり、バッグを開けるときはいつでも使える。もちろん一度使えばなくなるがな。傷薬の回復量は20、いい傷薬は60、すごい傷薬は120。高価なものほど回復量も高くなるので、財布と相談しつつストックするように。しかし旅先ではイレギュラーなことがつきもの。想像してみてほしい。ポケモンが傷つき傷薬がない。サンドイッチの食材も尽きた。近くにポケモンセンターも見当たらない。滝月さんに問おう。回復手段がない危機的状況で周囲で探すべきものは何かね。落ちているものかな。木の実とかが落ちてたりするもんね。落ちてるものですか。滝月さん、ご名答だ。サバイバル知識に長けているな。周囲でキラリと輝くものあれば、それは落ちているものだ。オレンの実や傷薬など回復道具を拾うことができるやもしれん。レッツゴー R ボタンでポケモンに拾ってもらうことも可能だぞ。木の実はショップの道具と違い、ポケモンに持たせると戦闘中ポケモン自身で考えて食べてくれる。使い時をポケモンに任せてみるのもまた一興だな。ともかく回復に困ったら周囲でキラリと輝くものを探すように。木の実も見当たらなければ他の方法で回復もできるが、どうも金の根が許してくれないらしい。授業は終了だ。これにて失礼する。サワロ先生ダンディでかっこいいよね。でさらにピンクなシャツなのもいい。さて家庭科の中間テストの時間です。さて諸君らの学びを試す時は今。一夜漬けを忘れるうちに試験を始めるとしようか。さあピクニックで食事をした時の効果として正しくないものは、素早さ上がんないよね。素早さは上がりません。料理で得られる食事パワーの種類は何に関係する？具材と調味料ですね。ポケモンの HP を回復する効果のある木の実はどれ？オレンの実。たかしくんは戦闘中ポケモン自身に道具を使ってほしかったので、ポケモンにオレンの実を持たせた。それは、そうですね、正しいですね。 PP がなくなると技が出せなくなる。4つの技の PP が全てなくなるとポケモンは8つ当たりしかできない。そう、8つ当たりだっけ技名。うわー覚えてないけど、確かそういうなんかもう自暴自棄になっちゃった技しか出せないから8つ当たりかな。回答時間は終了だ。手を止めるように。各自十分に力を出し切れたかな。受付で点数を聞いてから帰宅するように。さあ中間テスト結果はどうだ。最後の問題があれだけど、わー4問正解か。ちょっと違ってたかもしんないな。まあ合格ですね。ありがとうございます。中間試験は何度も追試を受けた者がいたが、概ね合格でおめでたい。生きていく上で必要な知識技能が諸君らに息づいていること、我が輩は光栄に思う。後期もみっちりと生きる術を磨いてくれたまえ。さて食事パワーについて一部の生徒から質問があった。質問者は料理好きな男子生徒。彼はいつも一人で料理の研究をしているそうで。ペッパー君では？食材にこだわり日夜調理法を研究していたが、なかなか食事パワーの効果を高めることができず困っていた。では中間試験で優秀だった滝月さんに問おう。あ、すいません、沢野先生、優秀だったかもしれないけど一問間違えました。食事パワーの効果を高めるに男子生徒はどうするべきか。せっかくぼかしてるんだから名前言うとる。ペッパー君はどうするべきか。ペッパー、これめっちゃ聞きたい。ペッパーって、これみんなで料理すればいいんじゃないかなって思うんだけど、ああこの選択肢選びたいよ。みんなで料理です。ご名答だ。料理の何たるかを心得ているな。
食事パワーの効果を高めるには多くの食材がサンドイッチに挟まれている必要がある。一人では難易度が高くとも複数人で作ればそれだけ扱えるパンも大きくなる。さすればいとも簡単に食材を乗せることが可能だな。すなわち効果の高い食事パワーを得られるのだ。教訓として困った時は一人で抱え込まずに誰かと問題を解決する術もあるということだな。ペパー青年も今後は友と料理をしてくれるに違いない。名前言っちゃったよ。今まで頑張ってぼかしてたのに名前言っちゃったよ。ちょっと先生。何やその顔は。男子生徒の正体はプライベートな問題であるからあまり詮索しないようによろしいな。授業は終了だ。これにて失礼する。匿名じゃなかった。振り返れば衣食住の食ばかり授業で取り扱ってしまったな。今更ではあるが、衣つまり服について我が輩説明させていただこう。存じていると思うが、我が校は自由な風校だ。パルディアの多様な気候に合わせて季節の制服が用意されているが、いつどの制服を着ても構わない。そういえば諸君らが服装以外でよくアレンジしている可愛いあれは一体どうやるのかね。お、スマホロトムのことですか。ご名答、あの可愛いやつだ。とても気になっていたのだ。そう、スマホロトムだ。なるほど、興味深い。デリバードポーチなるショップでスマホロトムのカバーを変えると。有益な情報、感謝する。顔が可愛いな。早速明日我が輩好みの可愛らしいケースを買いに行くとしよう。やっぱ可愛いもの好きなんだよね。なんかね、服装可愛いし、ピンクのシャツ着てるしさ。沢野先生実は可愛いもの好き。雑談が過ぎてしまったな。さて、これまで我が輩と家庭科という生きる術を磨いてきた諸君らへ告ぐ。我が輩の学問は数学などと違って、試験の点数が諸君らの行く末を分かつような大層なものではない。だが料理をしたりポケモンのお世話をしている時、朝起きて着るものを選ぶ時などで、少しだけ諸君らの人生を豊かにする潤滑油となってくれれば光栄だ。八作先生の受け売りであるがな。でもなんかその国数エリーシャーみたいなあるけど、結局この家庭科とかさ、そういったものが今後の人生意外と役に立ってきたりするからな。大事なことだよ。最後までお付き合いいただき感謝する。授業は終了だ。期末試験も頑張りたまえ。さあ、これが最後のテストですね。やっとここまで来たぞ。さて、諸君らの学びを試す時は今。一夜漬けを忘れぬうちに試験を始めるとしようか。色違いのポケモンに出会いやすくする食事パワーは次のうちどれ。輝きパワー、卵パワー効果、正しくないものは強いポケモンが生まれやすくなるじゃないかな。食事パワーの効果を高めるため簡単にできる大事なことは、みんなで料理。可愛いポケモンちゃんが汚れた時取るべき行動は、このポケモンちゃんって書き方好き。ポケモンポケモンダッシュ、ポケモンウィッシュ、ポケモンウォッシュですね。アカデミーの校則から問題。制服のトップスボトムスは季節に合わせて衣替えすべき。どちらでもいいです。回答時間は終了だ。手を止めるように。スマホロトムの着せ替えを教えてもらったので問題を少々優しくしてしまった。かわいい。各自追試にならぬよう力を出し切れたであろう。受付で点数を聞いてから帰宅するように。これ満点だといいな。なんか間違ってるかな。さあ、テストの結果はどうでしょうか。満点で、よっしゃ満点だ。終わり良ければ全てよし。沢野先生からもアメちゃんいただきました。よっしゃ、全部の授業受け終わった。
滝月さんは今ので全ての授業、全てのテストを終えられました。クラベル校長先生からこちらを預かっておりますよ。何ですか？経験飴 L。 飴くれるけど、この経験って僕のこの授業によって得られた経験を示しているのかもしれないねなんて言ってみたり。これで課外授業の宝探しに専念できますね。気をつけて行ってらっしゃい。よっしゃー、これで学校の先生たちとお話ができるな。タイム先生がいる。はい、ちょっとおまけです。ここでペッパーくんを選んでいたら一体どうなるのかを見てみたいと思います。ペッパー？ぐぬ、料理好きな男子生徒の正体は秘密だはぐらかされた。ペッパー青年かもしれないし違うかもしれないのだよ。もう言ってるようなもんなんよ。へえ、こんな感じみたいですね。